どうもジャケマルです。ということで皆さん、本日はですね、とんでもないものを見つけてしまったので、皆さんにねお見せしていきたいと思います。それがですね、こちら青鬼レースを開いてもらって、グランプリレースのタイムランキングの一番上を見てもらうと、皆さん見てください、このユユンさんって方はね、ちょっとね秒数が 0.00 秒ということで1秒も走ってないんだけど、今現在1位なんですよね。でこのユユンさんをタッチしてもらうと、皆さん見てください、こちら星さんの青鬼ハテナっていうスキンがあるんですよ。で追加ワードがウィー引くってなってるんですけど、見てください、チートスキンですね。もう初っ端から青鬼ということで、何やら青鬼スキンがあるのか、それとも作ったスキンなのか、チートなのか改造なのかわからないんですけど、青鬼スキンがあるということで、このユユンさんと当たった人はもしかしたら青鬼で常にこのね姿で歩いてるのかもしれません。でもさ、秒数的に 0.00 秒だから、多分1秒も走ってないからマッチングしないのかな。で2位の人も 0.01 秒で、このユユユさんですね、あれスキンがヒロシになっちゃってる、なんだこれ、他の人は、あ他の人は大丈夫なんですね。このユユユナンバーワンさんは開いてもらうと何やらヒロシになって、しかもこのユユユさんの1位は見てください、青鬼ハテナっていう超絶激レアなのかチートスキンなのかわかんないんですけど、青鬼のスキンがあるということで、いやこれすごいよね。今ちょっと俺見てびっくりしちゃったんだけどさ、何なんだろうね。はい、ということで何やらですね、青鬼レース開催したんですけど、まあチーターが結構いるということで、今有名らしいっていうかね、話題になってるっていうか、みんながチーターやばいやばいって言ってたので、まあちょっとランキング見てみようかなと思ったら、何やら1位にですね青鬼がいるということで、もう青鬼すら参加しているらしいですね。やばいね、もう見た目が青鬼だしさ、まあ名前は青鬼ハテナってなってたんですけど、いや完全にあれ青鬼だよね、多分改造だと思うんですけど、いやーもしあれ作ったやつならやばいし、もし本当にあのスキンがあるのであれば、まあゲット仕方をね、あの知ってる人はぜひ教えてほしいです。いやでも面白いけど良くないね、良くないっていうか、あるのであればね、多分こうみんなもねゲット仕方を知ってると思うんだけど、元から青鬼の姿になってるスキンっていうのは多分ないと思うので、改造だと思うんですよね。ちょっとねびっくりしちゃいました。はい、ということで青鬼レースね、皆さんいかがでしょうか、めちゃくちゃ楽しいよね。さあということで、現在ですね予選レースやっております。さあ次にですね、予選レース終わったら通常のね試合もね久しぶりにやっていきたいなと思っておりますし、今日はですね、なんと皆さん新しいシーズンが始まりますね。皆さんはもうブロックシーズンのアニマルブロックのスキンをゲットしましたでしょうか。ジェキマル全然さゲットできてなくて悔しいんですけど、もしみんなもねアニマルブロックゲットできていたら、あのコメントで教えてください。ということで1位でしたね。よっしゃー、いやもうね青鬼レースめっちゃ得意なんですよ。はい、ということで 63.04 秒ということで、0秒じゃ走れないですよね。それでは戻っていきましょう。はい、ということで2戦目はですね、100人サバイバル、いやガチバトルでもいいな、久々にガチバトルやるか。ねえ、ガチバトルのバグかもしれないよね、これ青になってるっていうのね。ウィー引くってこれ何のあれなんだろうね、追加ワードなんだろうね、これバグってるのかな。でも名前もね青にハテナってなってるから、これ何なんだろうね、秒数も秒数でこれチートだしさ、いやもしかしたら0秒でクリアできる方法あるかもしれないけど、いやこれちょっとやばいと思います。やばいと思います。皆さん何か知ってたらぜひね、あの情報を教えてください。はい、ということでガチバトル久々にねやっていきたいと思います。いや何なんだろうねマジで、すげえ気になるんだけど、1位の人が青鬼っていうことはね、ちょっとやばいですよね。いやーあれって通常のさ、例えば100人サバイバルでも青鬼ハテナっていうスキン使えるのかな、どうなんだろう。でも使えたとしたらね、あの前回の節分イベントみたいな感じで、あの一人だけちっちゃい青鬼になってるのかな、まあ、それでもチビ鬼になっちゃってる時点ですごい厄介っていうかややこしいんですけど、さあ皆さんもぜひね、ゆゆゆさんとマッチングしたことがある人がいたら、あのコメントで教えていただけたら嬉しいです。ということで、それではね、マッチングするまで、カットしていきたいと思います。それではカット。
はい、ということでそろそろマッチングしましたね。でこのノアさんという人、ヒロシさん体で魔王になれるのかな、何なんだろう、ちょっと表示がバグってるのかもしれませんが、まあ頑張っていきたいと思います。いや、オーラ持ちが2人いるな。俺結構さ、このガチバトル苦手なんで、皆さんぜひ応援してください。一度もね勝ったことないんですよ。さあ青ニュールス拾っていきましょうか。よし、オッケー、よっしゃ、やっつけていく。さあここら辺もねやっつけていきたいと思います。上の方行きましょうか。うわ、ふわってめっちゃ速いな。いや怖い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 、あれ俺なんか別の青になってる、なんだなんだなんだ、え、ちょっと待って待って、え、なんか別の青になってない、ちょっと待って待ってなんか俺さ、あれ夏鬼に選択してたのにバンパイ鬼になってたんだけど、これなんなんだろう。うわ、やばい、ふわってだ、やばい、逃げろ逃げろ逃げろ、逃げ、逃げた方がいい、逃げた方がいい。うん、さあウイルスも拾っていきたいですが、あった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 、あれ俺ヴァンパイア鬼なのかな、どうなんでしょうか。さあ、あれさっきさ那須鬼だったよね、なんかよくわかんないけど突然俺が、あ、ヴァンパ、え、なに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 、なんでこうヴァンパイア鬼になってんだ、え、どういうこと、どういうこと、え、どっから俺変身した、なんだなんだ、全然意味わかんねえ全然意味わかんねえ、なに、どういうことになってるの。ちょっともう一回面白いんで試してみましょうか。はい、ということで青鬼ウイルスあったな、青鬼ウイルスあんな、これ取ってきた、あ、そ、なるほどね、そっちからじゃないといけないのか、ちょっと逃げましょうか。うん、上の方にボックスがあるのでこのボックスを拾って、オッケー、さあやつらをやっつけていきましょうね。金オーラ、うん、ゴールドオーラ、いやいや青オーラだね。はい、さあ青オーラのやつらをやっつけていきたいと思います。あれ今回はなんなかったね。うん、さっきはさヴァンパイア鬼になったんだけど、どうやったらヴァンパイア鬼になるのかな、ちょっと条件明示したいんですけどね。やべ、いけるか、あぶねー、オッケーオッケーオッケー、青鬼たちに当たるとなのかな、どうなんだろう。あれさっきどうやってバグになったんだ全然わけわかんないんですけど、はい、あ、なった、なんだなんだなんだ、何やるとヴァンパイア鬼になるんだマジで意味わかんねー、ちょっと面白いバグになってるな。すげえ面白いバグになってますが、はい、さあ残り8人か、いやー怖い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 、うん、ガスマスクも拾っていきたいですね。よっしゃ、ガスマスク持ってる、有利有利有利、うん、いいですね。それでは、え、何、どっから、え、で、何何何、どうやって今青になったんだ、うわ、やべ、やられちまったわ、これはちょっと痛いな。うん、はい、さあということでどうしようかな、残り7人、あと1回やられてしまったら終わってしまいますので、ちょっと逃げましょうか。こっからどうしよう、あんまり拾わない方がいいのかな、ガスマスク持っているってことはあんまり青ニュールス、あったあった、いいよいいよいいよ、オッケー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 、よし、さあこっからやっつけていく、オッケー、おい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 、いいね、さあこいつもやっつけようぜ、うん、オッケー、よしよし、え、え、オッケー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 、さあヴァンパイア鬼になれ、ヴァンパイア鬼になるんだ、いやー、あー、やられてしまったけど、ちょっとよくわかんないバグだった。はい、ということで戻っていきましょう。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。最近結構青鬼オンラインバグ多いからさ、もしかしたらこのグランプリレッツの1位もさバグなのかな、いやよくわかんないんですけどね、すごいこれ面白いけど、よくないことしてるんだよね、面白いけどね、うん、はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。このゆゆゆさんっていうのはチーターかなんかそういうね類の人なのかな、よくわかんないんですけど、はい、皆さんもぜひ見てみてください。グランプリタイムランキングの1位が青鬼ということで、青鬼スキンがあるということで、皆さんいかがだったでしょうか。もしね皆さんもぜひ何か気づいたことがあればコメントしていただけたら嬉しいです。ということでジェケマルでした、ありがとうございます、失礼します、サンキュー。